さて俺ね、フィールドにいるボス全部やったと思ったらまだ2体ぐらい残ってたから、そいつらをまず初老化、稲妻の守護竜ビリビリュー。お前どうせお前パリピドンの介護官やろがい、雷ドラゴンとか言って。つかさ、このパリピドンとさ、なんだっけ、ペコドンのこのロケットランチャーさ、ミサイルさ、めっちゃあれなんだけど、この敵が近くに飛んできちゃうから連続して当てらんないんだよね、これ。やっぱちょっと使い勝手悪すぎるんだよな。捕獲はできそうだけど、テラスフィアじゃ厳しいかな、これ。さすがにテラスフィアじゃもうこいつダメなんだ。ウルトラスフィアで我慢してくれるか。オッケー。これとあと1体だったかな、ルナクイーンってのが残ってるから、こいつも先にやっちゃおう。さあ、体幹パルメタルアーマーを作って、体幹レベル2になったから、まあ防御力とかは防具系は一応これで最強になったかな。まあレア度の高い設計図とかを探すみたいなのはあるだろうけど、さすがにそこまではやらねえわ。で、この右側のやつので、古代テクノロジーでホーミングスフィアランチャーってのがあるから、ちょっと気になるなぁと思ったんだけど、ちょっと素材がまだ足りないねぇ。さあ、ルナクイーン、深淵の女帝、大層な名前つけられてんな。よう、言うてあれだろ？リリクイーンの色違いでしょ？舐めやがって。で、この距離になると多分ミサイル当たんないんだよな。これさぁ、なんか、いい使い方ないのかなぁ。こうやって一回一回離れて時間かけないとダメか？これめっちゃなんかコスパというかタイパ悪いよな。しかも一発8ダメージだし。まあ、安全に削れるというあれはあるけれど、ここまでしてやるかっていうね。一応めっちゃ下向ければってところか？めっちゃ下向けてもむずいな。いや、一応当たってるな。当たってるけど、わざわざこんな線でええよな。パリピドン一応ね、あれなんだよ。最後のトーパルがさ、あの日記とかを見るに、なんだっけ、あのゼノグリフだっけ、闇属性のパルだから、闇属性に対して竜属性が効くから、竜属性の強い技を覚えれる竜属性タイプのパルたちのレベルを上げて育てて、そいつらをトーパルにぶつけようと思ってんだけど、いってー、こいつに、こいつ単なる、ん？あ、え、こいつ氷属性じゃなくて闇属性なんだ。じゃあ一応、あれか、ドラゴン属性の攻撃、特攻入るじゃん。じゃあまあこれは実質あれだな、トーパルの予行演習だな。このさ、なんだっけ、このドラゴンメテオみたいな、あの隕石、闇属性っぽい隕石バン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 って当てるのがさ、めっちゃ強いんだよね。そして結構苦戦しておる。いやー、これなんか早く、解ける方法とかないのかな。パリピドンもやられちゃってるよ。そのおっせえ玉マジどうにかしてくんないかな、これ。なんか逃げ続けなきゃいけないのめんどくさいんだよな。そして闇属性はあれなんだね、相手をヒアラレン、ん？ドラゴン属性は相手をヒアラレンできるんだね。これ結構面白い性能だよな。うわー、早っ、弾速早っ。ただまあ、これはもうこのまま倒しきれるでしょう。待って、倒しきっちゃダメなんだよな。ウルトラスフィアで我慢してくれるか。レジェンドスフィアじゃ満足できねえか。いや、ウルトラスフィアどうせこの後使うこと多分ほぼないから、このままウルトラスフィア使い切る勢いで、ルナクイーンはウルトラスフィアで捕まえる。とか言ってたら、捕まっちゃうんだな。オッケー、これで残りはあのなんかレベル50のおそらく伝説と呼ばれるやつらとトーパルだけだ。え、ロケットランチャーの設計図 2？ あのさ、実はさ、ロケットランチャーアンコモン作ってるんだ。攻撃力11000。どういうことこれ。ルナクイーン、気品に満ちた優雅なパル、ブレイムは超痛いビンタでしばかれる。それを目当てにするパルもたまにいる。発動すると女王の癒しの力でプレイヤーの HP 大きく回復。まあ、リリクイーンと一緒か。仕事に関してはリリクイーンの介護官だ。
さあ、でね、このパルを強化するでさ、このパルのソウル俺一切使ってこなかったから、ちょっと全振りすっか、誰かに。このホルスでいいか。こいつね、このスキルもね、しっかり厳選していいの育てたから、こいつ全振りすっか。これ小さなパルのソウルしか使えないのかな。どうやって使うソウルを、あ、途中から使うソウルが変わるんだ。なるほどね。はい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 。これでマックス 30% まで上がるんだ。強いじゃん。体力と防御どっち上げた方が効率的なんだろう。わかんねえな。個体値次第ってところか。まあ、とりあえず体力 27%、 防御も 24% 上げた。こいつらもちょ攻撃ぐらい上げとくか。あ、リセットもできるんだ。オッケー、ここら辺のやつらも攻撃力だけ 21% 上げたから、これでトーボスさすがにいけるだろ。これさあ、遺伝子研究部隊の塔行こうか。これでボスは一応全討伐になるぜ。ほう、なんだこいつ、吉祥なんかジジイみたいなの予想してたわ。何、エスパーなのこいつ。ちょっとかっこええやんけ。いや、召喚の仕方体操すぎ。どうせゼノグリフでしょ。ビクター&シャドウビーク。はーい、かっこええな、こうやって見ると。じゃあパリピドン初手頑張ってみて。うわー、なんだ、だ待って、一発で終われた。お、めっちゃ通る、めっちゃ通る。ちょっと待って、一回ミサイルランチャー。おー、ダメージ結構いいね。しかもこいつあれだ、ひるまないからめっちゃ一気に大ダメージ稼げる。おい、めっちゃ強いじゃねえかよ。じゃあロケットランチャー使ってみようか。こいつが隙をさらしたところで、おらー、何本入った、何本入った、ロケラン、ロケラ、あ、これまずいやつ。パリピラン、うね、パリピラン死にかけなんだけど。痛い。ロケランボーンで1700か。いいダメージだね。あれはなんだ、レーザー光線2つ目。なんかレーザー光線いくつも覚えるのかこいつ、やばいな。でリロードが遅い。ヒッ、ゼノグリフも結構いろんな属性の技を覚える系なんだな。ね、ハマってない、なんかうちのジオラーバ君ハマってなかった。こいつもハマってないか。あ、ヘッシュ判定あんのかよロケラン。なら頭に、あぶね、2000ぶち込ませてもらって。待って、こいつの体力いくら、20万、すごい、すさまじいね。ロケットランチャーリロードが遅い。ほい、オッケー、ロケランは使い果たしたが、うわ、なんだこの技、初めて見る。レビドラの体力まだ大丈夫。なんか走り方きしょくないこいつ。こいつその弾複数出すの多くない。ちょっとジオラーバーにチェンジさせて。結構減ったなみんな。これビームか。待って、俺結構もしかしてやばい。これはビームでしょ。いや、しっかりこの鳥は連れてきといてよかったね。なんかハマってない、またちょ見えないよお前。なんでご主人様の邪魔をするんだ。あ、壁貫通してくる弾。でもロケラの弾もちゃんと900何本持ってきてるから、1000発持ってきてんのか俺。多分なんとかなるでしょこれ。これいけるのかな。でも結構時間に対してギリギリな気もするが。待って、これやばい、死ぬなよ。パリピドンのロケットランチャー溜まってんのかな。やっべえ、凍らされた。パリピドンのロケットランチャーが溜まっていないが、攻撃は避けさせて、ジオラーバ君しっかり攻撃してくれるかな。ほい、ゼノブイフ、あれか、闇と氷技が主体って感じか。まあ、氷のマップのボスだしな、さすがにか。そろそろ
ミサイルパリピランチャー溜まってるんじゃないかな。で、ドラゴンブレス撃ち終わったら、パリピドンに切り替えて、ミサイルランチャー、パリピランチャー、ミサイルパーリーか、ぶちかまさせてもろて、こんなに強いんだったらあれだったね。ペコドン、やばい死んじゃった、マジか。ペコドンも育てて連れてきてもよかったかも。2人まとめて凍らされちゃった、まずい。で、何よりレビドラの体力が全然回復しきれてないのも結構まずくて、これは俺狙いだからよくて、弾おっそ、追尾弾で遅いのほんまよくない。これビーム来るかな、違う違う、シュン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 だ。俺が初見でぶち殺された弾、待って、全然攻撃力足りてない。残り5分でまだ半分いってないんだけど。いや、言うてまだ残り6分か。俺の体力は大丈夫さだけど、あれだな、パルたちの火力が足りないかもしんないな。ジオラーバ君もっと技ガンガン振ってくれないかな。俺が乗って振った方がいいのか。やべ、こいつ地味に頭をぐるんぐるん動かしやがる。痛いけど大丈夫、俺の体力は全然余裕よ。え、ビクター強くね、ギリギリ半分いってないな。しかもパリピドンも死んじゃってるから、ダメージソースが1個減ってる状態なんだよね。結構やばいのか、もしかして。いって、ジオラーバ死にそうだし。え、これもしかして負ける。なんで、お前体がでかすぎて俺狙いのビーム当たっちゃってんじゃねえかよ。痛い、くらい、痛くらい。デカ玉、え、これ倒しきれない、もしかして。嘘でしょ、結構全戦力をつぎ込んだつもりだったんだけど。え、嘘でしょ、これ危ない。残り4分20。いや、これダメージ足りてないよな、 DPS。 これ俺か、俺狙いだったらいい、俺狙いならいい。え、レビドラいった、嘘でしょ、これ以上の弾無駄か。え、本当にこれ、おい、こんな強いのビクター、嘘でしょ。ちょっとこれ予想だにしていなかったな、こんな強いと思ってなかったんだけど。マジで言ってんのかこれ。なんかもうゼオラーバさっきから全然攻撃戦士してくれてるわ。もうドラゴンメテオだけを一生振っていてほしい。痛い、やばっ、これ広がる波状攻撃やめて。残り3分。え、まさかまた負けるのか。これ壁貫通あるか、めっちゃ貫通して、いや、してないか。え、マジで言ってんの。残り8万3分じゃ削れないよな。ロケランの弾50発ぐらい持ってくるべきだった。でもロケラン、あれ DPS 的にはどうなんだろうな。一発は2000とか出せるけど、リロードが遅いから DPS そんなに高くない気もするんだよな。アサルトとロケランどっちがいいんでしょうか。いやー、これ弾もったいないかな。まあ諦めた方がいいか。嘘でしょ。もうなんか万全の準備で属性回してきたから余裕っしょって思って調子こいてたわ。マジで言ってんのか。ホルスどんぐらいダメージ出せる、お前。お、外してんじゃねえよ。あ、いや、ホルス結構ダメージ出せるな、さすがに。全然ホルスで戦ってよかったか、これもしかして。むしろ脳筋とかついてるや分他のやつよりダメージ出せる。あ、待って、アサルトの弾
もう残り30発。危ない。これ最後の望みをかけて俺がホルスに乗って戦うか。ほいほい。あ、これしまった。向いてる方向じゃなくて体が行ってる方向に出す技だ。これインフェルノって強いのかな。これなんか全然当たってるイメージないんだよね。700か。まあでもこの硬直の長さで700だとちょっと微妙だな。いてーいてー。ホルス死んじゃいそう。200186。んー、どうなんだろう。でもホルスあれだよな、大技避けらんないよな。ドラッ。ホルスも死んじゃった。ジョラーバ君頑張って。あ、これビクター、お前強すぎね。お前リリーの制裁を食らえ。パルに実験するようなやつはお前リリーからの魂の制裁を食らえ。これ負けだな。マジかよ、こんな強いと思ってなかったよ。もういっそのこと俺を早く殺してくれ。殺せ、煮るなり焼くなり好きにするがええわ。うらー無意識で回避しちゃうわ。全然意識的だけど、ちくしょう、マジか。こんなにやばいと思ってなかったよ。強すぎるってこれ。ちょっとね、ビクター強すぎるから先にこの伝説っぽいやつらをやるわ。で、多分このジェットランがおそらくこう一番目玉商品じゃないけど目玉のパルなんだよ。だから最後にしたくて。んで、このセインドールってやつはなんか2匹でいたから、多分こいつはおそらく単品の1匹の、まあ十中八九氷属性だろうから、炎系のパルを引き連れてこいつをまずはやろうか。そんでね、金がなくて、弾買えなかったから、弾薬買えなかったから、代わりにクロスボウを持ってきちゃいました。あれ？いないのかい？いや、いる。ん？あ、これか。伝説の氷天魔グレイシャルだって、かっこいいじゃん。初手ファイアーボール行かせてもらって、氷単品だよね。250ぐらい入ったか。300ぐらい入ったか。おお、かっこいい。あ、しかも、炎やられになってるよ。初手、アタックさせてもらって、体力1万4000か。で、この大技2つ振って、まあ、2000減ったかな、ぐらいか。結構、厳しい戦いにはなりそうかな。俺が降りて別で戦ってもいいけれど、降りたところで俺火力出せないから、普通にパルに乗って戦った方が、お得な気はするよね。追尾えぐ。さ、第2波突進行かせてもらって、いってー、やべ、技キャンセルされた。せっかくの大技だったのに、ちょっと体力危ない。イグニクスにチェンジ。さあイグニクス、お前の価値を証明してみせろ。おお、悪くない悪くないが、結構イグニクスもダメージもらっちゃってる。あれ、俺のクロスボいくら入った今。ほい、70か。イグニクス君の体力もうちょっと減らされちゃったら、ホルスに、2匹目のホルスにチェンジしようか。いいよいいよいいよ、その相手をひるませる系の技いいよ。結構体力食らっちゃってるから、あぶね。そのさ、氷の翼生やしてからさ突進するのかっこよすぎない？あ、キャンセルされた。しかもダメージえぐい。待って、専用 BGM 鳴ってる、もしかして。危ない危ない危ない。なんか専用 BGM が鳴ってる気がすんな。これこの BGM 他で聞いたことないよね。イグニクスの番だよ。本当はね、他にも強そうな炎属性とかいたんだけど、レベルが全く上がってないから、やべ、大技キャンセルしちゃったが、痛い。3体目のホルス行かせてもらって、3体目つか、ホルスは2匹目だけど、危ない痛い。痛いけど、そこまで火力が高いわけじゃないから。いや、どうなんだろう。
攻撃中断してまでファルを守る必要あんのか。危ねえ、何やってんの俺。3匹いるんだし、1匹2匹死んだところで構わないので。わあ、これあれじゃん、グレイシャルじゃない、あのゼノグラフが使ってきた技じゃん。いや、ゼノグラフあれか、このグレイシャルの改造パル的な話なのか、もしかして。うわあ、引っかかってる。待って、俺のクロスボウ銃とかしか入ってない、もしかして。結構渋いダメージだな。まあ、ないよりかマシでしょ。これ死なすぐらいなら技キャンセルさせて、時間制限がないからこのフィールドにいるボスは、まあ、たっぷり時間かけてじわじわと殴り殺してあげましょうよ。でもこれあれだな、マジ俺のダメージしょぼすぎるな。クロスボウってこんなに弱かったんだ。うわー、なんか食らっちゃってる。これ危ないね。危ないからここでずらしてもう一回出す。 OK。 俺を狙ってくるのは存分に構わん、存分に構わん、何言ってんだ、一向に構わんぜ。むしろ狙ってほしいまである。パールを攻撃されると結構火力がなくなっちゃうから、可能なら俺を殴ってほしい。それは避けさせて、これ危ないね。もう一回出して、でヘッシュ当てでも11ってちょっとしょぼすぎるな。お前大技ばっか振ってたらさ、ねえ、後すき狩られちゃいますよ。結構減ってきてるな、残り5000か。炎の属性ダメージもわりかし、燃焼ダメージもわりかし通ってるから、そこそこいいペースで削れてはいるが、あ、追尾されちゃった。当たったかな今の、当たってる気がする。これ俺打たずにさ、パルの出し入れに集中した方が良くないか。いいよいいよ、ほっ、いいよ。あ、エアブルグ、お前には荷が重すぎる。オッケー、これ俺も乗って大技連続で打つか。ファイヤーボール、うわこいつ、この2匹目のこいつ、あれセットしてねえわ、あの突進はセットしてねえわ。イグニクス、お前のファイヤーボールもかましてやろう。うわお前使った後だ、痛い痛い痛い。待って、俺がワンチャン死にそう、それはそれでちょっといろいろと良くない。ちょっと俺のシールドが回復するの待ちたいね。しれっと宝箱開けて、精錬金属アーマーの設計図1、残り3000か。もうちょっと削ってくんないとさすがに捕獲厳しいでしょう。レジェンドスフィアもしっかり用意してきてっからよ。お、あれ壁で爆散するんだ。ホルス、チェンジホルス、いって、あの足元から生えてくるのちょっと反応が遅れちゃうな。 OK、 3本打ってから出し直す。それはブレスは避けさせて即出し OK。 いいよ、ホルスの体力も順調に回復してますよ。突進でがっつり削って、いいね、突進ダメージ出てるよ。あぶね、この飛んでる系じゃない、やっぱ地面歩いてる系の炎属性連れてくればよかったな。極炎王とかさ、炎属性として結構強そうな気がするけれど、レベルが20とかだったんですわな俺の手持ち。これ俺狙い、これは回避優先。炎は残ってダメージ与える、いいよ。いや伝説さすがに強いなマジで、トーボスと同じぐらい強い気がする。時間制限がないからじっくりやれてるっていうだけで、強さ自体はこれトーボスと変わらないんじゃない、思った以上だったな。しかもグレイシャルやたら BGM がなんか壮大だ。さ、当たりませんよ。今の攻撃モーションかと思って直しちゃった。もうちょっと削ってくれれば捕獲隊も入るんだけど、いいよ、ここでその大技いいよ。残り1900、
直れ直れしまえこれは俺狙い。あぶね。いい削り入ってるよ。危ないか。第2ホルス残り1500でしょ。多分3桁までは少なくとも削んないとな。厳しいと思うんだよな。 OK、 大技振ってもろて、これは避けて、グレイシャルのその突進技マジかっこよすぎない？いいダメージ入っているが、ちょっと向こう行きすぎですね。もうちょっとこっち側で戦ってくれることできるか。そういう変な地形だとさ、引っかかって俺が回避ミスっちゃうんだわ。ちょっと300ぐらいまで削りたいよね。どんぐらいでそのパーセンテージが変わるラインなのかがよくわかんないけど、もう一声 OK、 捕獲タイムだ。バカ野郎、バカ野郎、お前何やってんだよ。もうはあ、殺しちゃった。